From 福岡ジャブクラブより japonica 拍手そういうことであれば答えはストリートになるはずだ。ツン太郎兄さんは一日中こうしてストリートに立ち情報を嗅ぎ回る。街は呼吸している。ツン太郎兄さんの口から自然に澄んだ言葉が飛び出した。今まで忘れていたストリートの感性が戻ってきたのだ。路上のディストーションを取り黒く尖った声の刻み込む。その日から溢れてる言葉が止まらない。さらに2週間後ツン太郎兄さんは変わらずに本日の路上に声を刻み込む。そんなツン太郎兄さんの行為を人々はいつしかこう呼ぶようになった。We'll be right back.